くぐらいのあれなんですが、家庭菜園を。Day two assigned reading. It's about four pages. It's a reading by. What did it? What did it? Misako. So so. 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 So so.1回目はね、あなたのいる姿。9月15日が大学。あなたのすぐ自宅にある。ネパってトップページ等にスクロールするのが入Thank you.
あの、よかったです。しっかり見てあげるから、あの、会おうよみたいな。日に、昼ぐらいに、夕方会うことになった。で、なんか入って、あれ、セミやってんって言ったら、いっぱいあったら、パーンって。小学校も教育してたってことはね、お伝えしてたと思うけども、あの、教育してたんで、この事件とちょっとやりたいなと思って、先に教えることが教えたいんだよ、みたいな。それだけ持ってきました。それで終わります。じゃあ、早速、考えにくい、どれを今、コナンの板チョコアイスは、このトースターの横に置きました。黄色の弾丸の漫画みたいになって、めっちゃかっこいいです。で、もうすぐ新しいコナンの映画が公開されるんですけど、漫画をもう一回、一から読みたい欲が出てきて、漫画たちもこのアパートにお引越しさせてきました。これはなんか買った漫画を買った時についてた付録 でこれはチョコエッグを買って当てたやつです。コナン君とベルモットとジョーディ先生とユミタンです。この名探偵コナンの中で私のお気に入りのエピソードがあるんですけど、それを紹介します。まず一つ目はこの10巻に出てくる図書館殺人事件っていうやつです。で、この犯人の名前が津川館長っていうんですけど、で、この犯人の顔がコナン史上最大のトラウマって言われててすごい怖いんですよ。個人的にめっちゃ好きです。2つ目がこの42巻に出てくる満月の夜の二元ミステリーっていうお話です。これは最後の方にベルモットとコナンの直接対決があるんですけど、それも激アツだし、あと重要なキャラクターが一気に出てくる回です。黒の組織とか平次とかジョディ先生とか赤井先生とか一気に出てくるので、すごく印象的なエピソードです。あとベルモットのセリフとか、これからのコナンの伏線がすごい詰まってるエピソードなので、めちゃくちゃお気に入りです。最後がこの37巻と36巻の揺れる警視庁1200万人の人質っていうお話です。理由は私の大好きな松田仁平先輩が出て活躍したからなんですけど、あと高木刑事と佐藤刑事の関係がすごく変わる大事な回でもあるので、すごくお気に入りです。ぜひ皆さんのコナンのお気に入りの事件ファイルを教えてください。I didn't remember until I got back to my office.
僕もここを出ようと思うんだ。きっと今は見えないけど。ねって、やった、やっ、あ、僕も嬉しい。用意したいなと思いますので、ちょっとご協力いただきたいと思います。で、それでは、今日やることで、ね、思いやりがある人間だと言えるのも関係そのことは一歩そこじゃないですね。それも一つは覚えておいて、覚えていただいて、それをされてやってみて、なんで、何のことは言うのか、それを少しドラッグを上今お家に帰ってきたんですけど、多分帰り道にラン姉ちゃんの缶バッジを多分落としたんですよ。なのでラン姉ちゃんの缶バッジが落ちてたら、それ私のなんで教えてください。結構入る店ちゃうかな。